れ様でした。ありがとうございます。25年間も政治家の秘書をやられて、まあ今日でちょっと明日からなりますよね。こう振り返ってみてですね、25年間って長い、なんかいろいろあったと思うんですけど、出馬表明は2月26日に突然報道が出されて、まあ、そこから先は正直言っても秘書ではなかったので、まあ候補予定者ということでずっと活動を続けてまいりました。実はちょうど明日で120日になるんですけど、候補予定者という立場でまさにやっぱり25年間秘書をやってきましたけども、秘書と候補者というのは全く違うなってこと。出馬をされるという決意をそのするまでいろんなね、自民党の秘書だったわけじゃないですか。でも民主党として出るんでいろんなことがあったと思うんですけど、その出るに至るまでのでこういろんな心の動きとか葛藤なんかもあったと思うんですね。まあ今回私が民主党の公認候補で出るなと思って、まあ、いろんな方と相談をしました。一つやっぱり決定的なことは、今はもう新しい時代が始まったということです。しがらみのない新しい政党である民主党の中であるからこそ、本当の自分のやりたいことができるということを自分は信じて、今回民主党からの立候補を決定したわけです。としても古い体質の今までの政党では、いろんなことをやることに、正直言って大きな制限がある、そのことを、まあ、秘書という立場ではありましたが感じていましたので、新しい政党である民主党からの立候補を決意したことには、私としては正しい判断だったと思います。国会議員になったら何を一番にしたいというか、こんなことをしてみたいというか、こうなんかね、浮かぶこととかあると思うんですよ。こう何でもいいんで、この一番したいことでもいいし、ぜひこういうことをやってみたいとか、こう小宮山義晴であるからこういうことをぜひ僕はその自分としては一番これをっていうようなこう思いというかですね、ぜひなった時にはっていうなんかあれば、いくつでもいい。長い間秘書をしてきましたので、その間に本当に多くの方々の悩みや願いや思いを聞いてきました。私はそういうことに丁寧に一つずつ解決をし、政策に反映させ、皆さんの身近な政治家としてご役に立ちたいと思っています。それを一つ一つきちっと解決していくことによって、少しでも皆さんが豊かになる、皆さんが幸せになる、皆さんが生きがいを持って暮らせる、そういう社会を作るために一生懸命頑張っていきたいと思います。今日まで120日間ですね、長かったと思うんですけど、いろんな方々の力があって今日まで来たと思うんですね。私はそういう意味では今回新人の候補者です。まさに無名の新人です。こうして明日出陣式を迎えるにあたって、本当に多くの方に県内各地で励まされ、ご指導いただき、お支えいただいて今日があると思っています。そういう意味では本当に私は多くの方に感謝をしています。この皆さんのご支援に恩返しがしたい、その思いで明日から17日間戦ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。今日まで本当に大勢の方に支えていただいたことにまず感謝申し上げます。明日からいよいよ選挙が始まります。私は皆様に私の政策を訴え、信頼される政治家として一生懸命頑張っていくことを誓いながら、一人でも多くの方にお会いし、一人でも多くの方に訴えていきながら、必ず勝利するために頑張っていきます。ぜひ温かい力強いご支援をよろしくお願い申し上げます。やるぞ改革、明日のために小宮山義晴、頑張ります。